こんばんは、名前を忘れましたけどこの、インターネット放送局の、ゼバルタは覚えてるんですけど、ちょっと緊張してます。声がこう遅れて聞こえてくるんで、すごくこれは、そうか、私が音を消せばよかったんですね。今日、第3木曜日については私が、担当ということで、応接かりました、伊藤と申します。よろしくお願いいたします。ブラボー。今日初回なのですごく緊張しております。前回あの86の時は、非常に和やかな雰囲気、だれた雰囲気の中でスタートしましたけど、今日は非常に緊張しておりまして、非常にあの西成コーヒーさんのいいコーヒーの香りの中でちょっとリラックスをしながらスタートをさせていただきたいと思います。実は先週上綱さんの当日私はちょっと出張していなかったので、先般ちょっとその後で拝見したんですけど、非常にいい雰囲気でしたね。上綱さん、ジャイブからの、生でやっておられましたけど、それに負けないように、やりたいと思いますけど、今日はあの時のようなゲストが、前のあのヒロデンと JR が走っておりますので、そこのあの古江駅の方から呼んどこうかなと思いますけど、まあ、こんな冗談ばっかり言っててもあれなんで、実際にスタートをしたいと思います。よろしくお願いいたします。一応今回 の、 あの第3週については、主催者の方から、国際をテーマにしてほしいということで、言われておりますので、まあ、国際と、それからあとあの今回の主催者 の、 あの方のお二人が教育関係者なんですけど、教育についてもですね、バツマークが出ました。教育関係者っていうのはまずかったですか。この前 の、 あの県知事の話よりはもっといいと思うんですけど、うん、ということであの、まあ、そこら辺をテーマにしていろいろ話をしていきたいと思います。で今日はあのまず私の自己紹介からしようかなと思いますけど、これが実際もう皆さん の、 あのコンピューターの画面の上にもう載ってるのかどうか、ちょっとあの載ってますよね。はい、もう皆さんご覧になってらっしゃるんですかね。今日私もミキシーでちょっと宣伝をさせていただいたんですけれど、まだ誰もご覧になってませんかね。ええ、あ、ご覧になってます。あ、すいません、あ、なんかそれを聞いた瞬間にすごい緊張したんですけど、あ、聞かなかった方が良かったですね。あ、ちょっとあのところで今あのご覧になっている方がどうして後ろの絵が止まってるのかと思われちゃいけないんで、これちょっと動かしますね。これあの実はあのニュージーランドのクライストチャーチの、案内の、今ビデオを流しております。これご覧になりながら、これもご覧になりながら私もご覧いただいて、進めていきたいと思います。まず最初にあの私の自己紹介をしたいと思うんですが、伊藤博秀と申します。この字の方はですね、人弁の意に富士、ここまではいいんですけど、博秀っていうのはどういう字を書くんですかってよく聞かれますけど、言い方がなくて博士の博に優秀の秀ってどういう言い方やと言うのが恥ずかしい。以前あの、聞くのも恥ずかしい。学校の先生にお前完全に名前負けしとるなって言われて、なぜか納得した自分でした。そういう、非常に両親からいい名前をもらいまして、完全に名前負けしてますけど、伊藤博秀と申します。よろしくお願いいたします。私はあの生まれは実は山陰でして、島根県の松江市というところで生まれまして、小学校1年生まで、
松江市に住んでました。父が転勤族でしたので、そちらの方で、生を得て、それから、5年生の時に実は山口県の下関の方に行きまして、あ、違います、小学校間違えました、元井、小学校1年生の時に下関に行ったんですね。で、小学校5年生の時に広島に来たんです。で、広島に来て、まあ、それ以来ずっと広島というか、大学を出るまで、広島にずっとおりましたので、まあ、実際に自分の今の本籍も広島にもう移しましたので、広島、県人というふうに自分でも思ってます。先週の上綱さんが、今回の広島県知事選のことについていろいろ上綱節でですね、いろいろおっしゃっておられましたけど、まさにあの通りで、私も本当にそれには大賛成、あの意見には大賛成でした。気になる方は先週の、ナンバー2を、後ほどご覧になってください。今見ちゃダメですよ、後で見てください、はい。で、私は小学校5年生の時に広島に来て、小学校はですね、黄金山のふもとにあります二保小学校という小学校に入りまして、それから今は黄金山小学校とか黄金山中学校とかありますけれど、私は中学校は、段原中学校という中学校に行きまして、でそこから、高校は私立の、名前は言っていいのかな、学校の名前、ああ、何でもいいんですね、私は城北高校という高校に行きまして、でそこから、まあ地元のですね、修道大学という大学に行きまして、実は英文科ができたばっかりの英文科の1回生でして、まあ英語は勉強したいなと思ってたんですけど、まあ、1回生ということで特にまあ先生たちにはいろいろとご指導をたくさん受けました。受けて、まあ、それは非常に今の私にとってはすごく、いい方にいい方に働いています。本当にその時の先生方、お世話になりました、ありがとうございました。ここで笑われると私はどういう反応していいかよく分かんないんですけど、前で一人笑っていらっしゃいますけど、神妙にちょっと話しすぎですねこれね。ちょっともうちょっと明るくいきましょうか、いつもの僕でね。それで実際のところ、まあ、学校を出て、学校出るまでは実は教員志望でして教員になろうと思ってたんですけど、私はなぜか出世欲が強くてですね、教員いうのはよう考えたら 教頭と校長しかないやないかと、面白ないとこれは、ということで、なんか友達が旅行会社はええらしいでということを言われたんで、全然興味なかったんですけど、じゃあ旅行会社受けてみようかって受けて、で、まあ、実際に旅行会社通ったもんですから、旅行会社の方に入りました。まあその時は本当に、最初の勤務地は大阪だったんですけど、入社日まで配属がわからないという会社でして、そこの会社は貨物部門もあったもんですから、国内貨物なのか国際貨物なのか国内旅行なのか海外旅行なのかが全然分かんないと、入社式まで分かんないということで、ドキドキしながら入社式へ行くんですけど、その前にですね、ちょっとまあ面白い話がありまして、私は広島から大阪に行ったわけですから、まあ最初寮に入ったんですけどね、寮に行ったらなんと高校時代に転校してった同級生がいたという、なんでお前がここにおるんやという。で、実は彼は私は実は大学5年間行きましたんで、彼は1年前にもう卒業してきてましたから、まあ会社で言えば先輩ですね先輩で、で、その入った寮がですね、入った寮で実は旅行担当者一人もおらんと、ここは全部貨物だと。で、寮のおじさんから伊藤君あんたも貨物やなと言われて、ものすごくショックを受けながら入社式に臨んだのを覚えています。
で、入社式に行ってみたら、あろうことか、海外旅行の、任を命ぜられましてですね。私は海外に行ったことそれまでなかったんですね、本当に。今でこそみんな行ってますけど、私たちの時代は海外に行くのはまだまだあれでしたから、海外に行ったことがない。でも海外旅行に行けたということで、それからは本当に、自分で言うのもあれなんですけど、勉強、勉強、勉強でした。勉強です。拍手。ご存知かと思いますが、国家試験でね、一般旅行業務取扱主任者というのがありましてですね、これはやっぱり取らないといけないということで、これを私は入社して最初は内勤だったんで、非常に勉強しやすい環境にいたんで、一応会社の中では一番手で通らせてもらったんですけど、だけどその分、上司が非常に厳しい人で、最終的にはこの方にすごく感謝をすることになるんですけど、ものすごく怒られました。電話をしてたら電話を切られてましたからね。今電話する場じゃないだろうって言って怒られるぐらい、今の社会人の人はこういう経験ないと思いますけど、でもその先輩はなぜ怒ってたかというと、私が憎いんじゃなくて早く育てたいと。で、こいつは言ったら反骨心が強いから、多分余計にちょっと頑張るんじゃないかというのを考えたらしくて、本当に怒ってくれました。本当に電話も何回も切られましたし、私はトイレに行って本当に何回も泣きました。本当です、これはね。信じれんでしょ。ここのオーナーの新谷さんが嘘じゃろうような顔して見ておりますけど、本当です。その時はまだウブでした。今ではとても自分でも考えられません。そういう私がいてですね。で、旅行業に行き着いたんですけど、最初は海外旅行といっても、私は内勤だって申し上げたように営業してませんから、添乗もほとんどなかったんですけど、最初に添乗行ったのが、覚えてますね、香港のチャーターで行きましたね。ボーイング727という飛行機でしたけど、私は初めて飛行機に、なんかおかしいですか？あ、チャットが入ってる。チャットよ、ちょっと待ってくださいね。誰からですか？何が書いてあるんですか？誰が書いてるんですか？誰です？え？ゆかりさんって誰だろう？ああ、ミセス、新谷？京都でご覧になってるんですか？あ、自宅？帰ってらっしゃるんですか？なんかさっき京都だっておっしゃったじゃないですか。ああ、お嬢さんがね。ああ、あれ、お嬢さんじゃないんですか？あれ、奥さんなんですか？いや、多分今、画面の前で大笑いされてると思いますけど、大体想像がつきますけどね。あ、今、後ろに見えてるのがですね、これ、国際南極センターというところでして、実はクライスチャーチっていう、話がボンボン飛ぶんで、皆さん何のことやるわけわからんと思いますけど、クライスチャーチ、ニュージーランドのクライスチャーチというところは南極に非常に近い、ところでして、日本に帰ってくるよりは南極に行く方が近いところなんですけど、ここは以前、皇太子さんが行かれた時にこの雪上車に乗られましたけどね、国際南極センターというところです。で、この向かい側にアメリカ軍の基地がありまして、これは戦争に行くための基地じゃなくて、アメリカの南極観測隊の物資は全部このクライスチャーチから南極に運んでいるという場所ですね。という、その前にこの国際南極センターというところがあります。また硬くなっちゃいましたね、話がね。氷は硬いですね、本当に。硬すぎということらしいでそれす聞こえてますか、それね。聞こえてるあ、と思入っいてまる。す。あ、本当に入ってるんですか、それ。多分入ってると思います。で、私、今日緊張してるんで、ちょっと何を喋ろうかと思ってですね。あ、私はさっき申し上げた旅行会社にね、入って、入った瞬間に、実は35で辞めるぞというのを決めてたんですね。
35でやめようと。なんで35なんやいって言ったら全く意味はなかったんですが、新谷さんが今こういう皆さんにプレゼントを渡そうと思ってそれを思いっきり床に落としました。ごめんなさい、私が落としました。で、ちょっと話が全然飛んでて何を話したか分かんなくなっちゃったんですけど、なんで35でやめようなんて。これはね、35でやめようと思ったのは意味はなかったんです本当はね。とにかく35ぐらいでやめようと思ってた。なぜかっていうと、なぜかその時に死ぬ時に後悔したくないというのがあったんです、ね、ちょっと意味が分かんないでしょ。その若さで普通若い時から死ぬ時に後悔したくないって普通思いませんよ。でも僕思ったんです本当に。死ぬ時にはね、死ぬ時にあの時にやめて他のことしとけばよかったって後悔したくないと思ったんですよ。分かりました。ピースナイトの時にほら小学生の時からあのニックネームが小太り。ごめんなさい、なんか大人っぽいニックネームだったことを覚えてたんですけど、大人っぽい発想なのかなと思ってて小太りでした。分からん。ちょっとすいません、振られ方が全く分かんないんで今苦労しておりますけど、いや大人っぽい方だったなということで分かりました。そうです。で何の話かというと、最初に天井に行った時にですね、実は私香港に行ったんですけど、さっき言ったボーイング727で行ったんですけど、実は中学校の時に1回 YS11 で東京行ったことがあったんですけど、まあ、生まれて2度目の飛行機だったんですね。で飛行機でそれもチャーター で多くの人と一緒に香港に行ってて、だからお客さんがですね、突然伊藤さん伊藤さんって言われたんですよ。でどうしたんですかって言ったら、伊藤さん羽が揺れとるよって言われたんです。羽が揺れとるけど大丈夫って言われた瞬間に、私は心臓が凍りついたんです本当はね。だけどここで心臓凍りついたのを見せるわけにいかんので、顔は笑顔で大丈夫大丈夫大丈夫ですよって言いながら、心の中でほんまに大丈夫かに落ちるんじゃないかと思いながら、外を見たら本当に羽が揺れてたんで、もう超びっくりしたことがありますけどね。これが最初の天井でしたね。もうこれは怖かったですよ本当に。すごい体験ですね。もう本当ね、いや考えたら、まあ羽はね揺れないと揺れないと折れちゃうんですけどね。私も昔そうなんですよ。プロペラ機でプロペラが止まってましたからね。そう止まってるように見えただけじゃないですか。いやいや、なんか4つあって2つぐらい止まっても、ね、別に。プロペラ機はですね、あれプロペラは1個で飛ぶんです。そういうふうに正規あれされてます設計が。だから揺れたり止まったりいろいろあるわけですよやっぱり。それがね第1回目の天井だったんですけどね。でまあそれからそうですね、天井もぼちぼち行かしてもらって、で実際に大阪から広島へ帰ってきて、今度営業をやり始めたら、ちょっと大阪で最後に1回ヨーロッパへ行かせてもらったんですけど、天井に。だから私はこのヨーロッパでに最初に行った時に、歴史の教科書に出てきてたものが目の前に来た時に本当に感動したんですよ。コロッセオが見えて、ね、ノートルダム寺院が見えて、でエッフェル塔が見えて、これ教科書で見たもの本当に目の前にあるっていうのが私は本当に信じられんかったんですよ。でそれでもう正直言ってヨーロッパの虜になったんです。でそれからもう広島に帰って、だから広島に帰ってきてまだ営業やったことなかったけど、1回目に作ったツアーがヨーロッパだったんですよ。大胆ですよ結構。大胆大胆、うん、ちょっと思い込みが激しいという人もいますけどね。でヨーロッパへ行き始めて、まあ、とうとうその旅行業を辞めるまでにヨーロッパは実は250回以上行ってるんですよね、うん、これ自慢したくないんですけど、でも自慢です。でも本当に250回ってすごいですね。250回行きましたね。何年間ぐらいだから、約20年。ちょっと待って、35で辞めようと思ってたという話。いやいや、
35で辞めたけど、その後自分独立してるから、だからそれですごいですね、もうとにかくヨーロッパへ行きまくりました。伊藤さんはひょっとしてドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、はい、あ、聞いたことありますよ聞いたことはね、聞いたことあります生で、うん、あ、でもね、あの一応あの学生時代は一応第二外国語はフランス語を取ってたんですよ。ちょっと言ってみて。え？ボンジュー？ボンジュー？なんか背筋がゾクゾクと寒くなったんですけど。いや、その日本語は全部喋るフランス語ですね今。あの R の発音が難しいんです。ボンジューっていうこのっていう音がね。今なんかフランス語っぽかった。ボンジュー。ボンソワー。というあのこれ教えてもらったんですよ、あのフランス語の先生ね、あのうがいをする時の音なんですよ、あのこうやってカーっていう、いや本当ですよ、これ嘘じゃない、ボンジュー、そうそう、ボンソワー、ちょっとやってみ、ムッシュ、ボンジュー、あ、ボンジューボンジューで後でそりゃね、タンを吐く前じゃないんだからね続けてボンジュー。今日別にフランス語講座じゃないんですからこれ。いやいや、今まで知らなかった伊藤さんのね、いろんな面が見えるので、ちょっとやっぱりかましてもらわないとね。今まで知らなかったって、なんかよっぽど私のことを知ってたみたいですね。いやいや、顔だけ見たことある顔見たけ見たことある、失礼いたしました。はい、顔はよくご存じ上げてるので、うん、自分でいるのにご存じって言う語をつけんようにしてくださいね国語の先生が。うん、それで、まあ、結局本当に35で私辞めたんですか、会社を。本当に辞めたんです。意志が強いというか思い込みが。あ、36で、あ、負けたいや、もう、あ、そうか、そうか、あ、勝ったんか、勝ったいや、あの昔からね、勝った負けたらいつも負ける方にいるもんですからね勝った意識がほとんどないんですよねそれで、まあ、本当に35で辞めて、で実はその時も大阪に、じゃない、大阪じゃない、私転勤で米子にいたんですよ、鳥取県のね。だから大阪が初任地で、転勤で広島帰ってきて、それから転勤で米子行って、米子で辞めたんですよ。で米子で辞めて、で広島に帰ってってくるのに、まあ仕事がね、どうするかいうことがあったんですけど、たまたま、まあ元々のお客さんが泥にまみれて民家と一緒にって言われたんですよ。これある社長さんがね、泥にまみれて民家って言われた男としたらね、そりゃありがとうございますって言っちゃったんですよね、本当に。今のは何も私聞いてませんからなんかそれって私は知っちゃいけないような世界のような気がしてきましたけど、でもね、ビアガーデンなんだ、ビアガーデンって泥にまみれるところでしたっけ、ローラースケート履いてたね、泥にまみれたりありましたよね。ああ、そういうことですね、わかりました、うん、大人の会話ですよこれ、うん、昔のね、あるなんていうんですかね、こうもうちょっと勘違いした人たちがビアガーデンをちょっとやってた時期があったんです ね、 そうです ね、 あれはね、うん、ビアガーデンなのか娯楽センターなのかがなんかよく分かってない人がいたんですね、あれはね、まあ、流行りですね、流行りですね、うん、なんか覚醒の感がありますずいぶんお兄様が、え、そうです。いや、私今逆に固まってしまったんですけど、今そうやって言われたからいや、それで、まあ、あんまりね、この電波をですね、これで、そうですね、せっかく後ろのね、うん、あれも聞きたいし、そう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 、ちょっとほら、これはね、実はクラッシュアーチの街中の、ほとんど中心地ですね、これが大聖堂っていう街のど真ん中、広島で言ったらちょうど
神谷町のゼロ地点ですよね。だから独立されてからニュージーランドと独立して、それから旅行業をやってたんですね、旅行業をやってたけど、まあ、これはあの、バブルのが弾けたと同時に私も弾けさせていただいてですねで辞めまして、で、ニュージーランドの方へあ の仕事をしようと、もともとニュージーランド好きだったのと、たまたまある会社からニュージーランドを、ね、マーケティングしてくれないかっていう頼まれたんで、まあ、それであのニュージーランドの方に3ヶ月かな行って、で行ってる間にもうますますニュージーランドが好きになったというか、あのなあの海外に行くときって、まあ、皆さんよく言われますね、私ニュージーランドにいるんですよとか言ったら、まあすごいですねとかっていう、全然すごくないですよね、誰でも行けるんです、行こうと思ったらね、要するにあの本当に誰でも行けるんです、だけど行こうと思うか思わないかだけなん でただニュージーランドに住みたいなと思った一番の理由は人です、人が引き金でした。だから人が信用できるということです、人間が信用できる、ニュージーランド人が信用できるということです。だから物価が安い、まあ安かったです、当時は50円ぐらいでしたから1ドルが、物価も安いし気候もいいし、であのもう景色はすごい綺麗だし、もうなんかもう本当ケチのつけようがなかった。だけどそこにね、だけどあのいざ生活しようとするとやっぱり人と一緒にこう交わるわけですから、人が信用できなかったらそこは住めないですよね、絶対に。だけどニュージーランドの場合にはやっぱりその最後の砦であるニュージーランド人がすごくやっぱりみんな信用できる、本当にいい人たちで、ニュージーランドっていうのはまあ日本の国土の7割ぐらいのところに今でも、人口が380万ぐらいしかいないところですから、全国で380、そうそう、一つの国ね、うん、広島県が今280万です。で広島県をちょっと大きくして、うん、広島県にもう一個広島市つけたようなもんですよ、それが、うん、その日本の7割の国土に、7割の国土にいるんですよ。イギリスから来たんですか？そうあのヨーロッパからね、イギリスだけじゃなくて、実はニュージーランドってまだ歴史が150年ぐらいしかないんですよ。あ、そうなんですか。もともとはあのマオリ族っていう先住民の人がいて、そこにまあ、ヨーロッパの方からイギリス人、オランダ人、フランス人っていうのが入って入植してきて、でできた国なんですね。だからまあイギリスの統治なんですけど、統治下だったんですけど、で要するにまあ380万しかいないわけですよ。だから言ってみたら本当にまあ言葉悪いんですけど田舎ですよ。だから人がいい。だからその今でこそまあみんな鍵閉めて出ますけど、昔ちょっと前まではやっぱりあの家出るのに鍵閉めずに出てる人多かったですね。日本と一緒で、日本の場合にはお金がない人は別に鍵閉めなくてもいいでしょうけど、あ、田舎はね、私なんか鍵閉めないですよ。もう持ってくれじゃなくて置いてってくれみたいな感じ。なるほどね。これ映ってるんですよね、実際ね。映ってるんですよ。そうですよね。はい。いや警察もいい人なんですよ。なんかね、だからね、警察の人と一般の人のね隔たりがすごいないんですよ。日本ってなんかあるじゃないですか。こうありますあります。あのね、よくあの平先生がこう車運転しながらのパトカー見た瞬間にブレーキ踏んでしまうとかってよく言われますけどね。やっぱりこう悪いことしてるというやっぱりこう罪意識。もあるんでしょうね。あの本当近いんです。あ、なるほど、ね、だからやっぱりね、あれが本当の姿だろうなと思うんですけどね。また何回も同じやつをちょっとあのまた後で違うビデオをお見せしますけどね。あ、これさっきの大聖堂広場の前にこ あのトラム、まあ、電車ですね、広島と同じように。すごいあのなんか本当にあのカントリーというか本当に広そうですね。そうそう、うん、これ向こう太平洋です。向こうは太平洋ね、うん、クライストチャーチはだから南の方の島、南島のちょうど真ん中よりちょっと北の方にあるところですね。ああ、なるほどね、うん、ウェリントンです。はい、ウェリントンは北島の一番南側です。あのオークランドはそのウェリントンの近くですか？いや、オークランドはあの北島の北の方です。あ、
さらに北の方。北の方、うん、だからまあ、あの平先生のねお友達のあの某中村先生、はい、うん、某中村が、はい、うん、今あの今大奮闘中らしいです。そうそう、家族であの移住をしましてですね、あの伊藤に会わんかったら移住はせんかったって言われましたけど。これはね、家があるかないかによっても違うし、当然ね、これはどこでもそうですけど、で今はちょっと物価というか家賃があのレートの関係もあってちょっと上がったんですね。だから昔はね、だいたい100から150坪ぐらい の, あの一戸建て、私が最初に行った時はだいたい月に払ったのは5万円ぐらいです。日本円でね、5万円で3ベッドルームのだいたい100坪の一軒家が借りれてました。5万円で、5万円で、だから僕そこに住んでました。すごい、うん、はあ、それはね、あのすごい優雅な気分になりますよ、本当にね。今はでもだいぶ違います。今は高いですね。1週間が、もし借りるとしたら家具がついてるとだいたい500、2000の、今だったら12万ぐらいしますね。10万から12万ぐらいです。日本と同じぐらい、日本と同じ、うん、いや日本よりちょっと、いやいや広さが違うから。そうかそうか、うん、あ、なるほどね。もしかして生活費は、あとあの食べ物、衣類とそれから食事は環境は安いですね、本当に。あ、お肉では、お肉はやっぱり農業国ですから、肉とかあの、野菜はすごく新鮮だし、安いし美味しいし、あのこれはもう絶対本当に安い、あの牛肉なんか特に安いですね。やっぱりあのこれにこう山盛りあのやって、安い時には10ドルだから600円ぐらいで買えますしね。あのお米がね実は安いんですよ。僕たちにとってはすごい助かるんです。お米がだいたい日本の3分の1か4分の1です、値段が。あ、うん、まあ、主食じゃないからっていうのもありますか。だけど、まあ、日本の場合は税金とか ね、 あ、なるほどね、いろんな問題があるから、あと、うん、あの ABCDFG でいくと J あたりと、それから一番最初の A さんとかですね、うん、まあ、それを一緒に行ったところでやっぱりいろいろお金かかりますからね、どうしても、うんうん、ね、うん、もしかして伊藤さんそれを変えようと思ってらっしゃる、ね、あ、ぼちぼちなんか他のビデオに変えようかなと思ってますけどね。じゃあその間ちょっとあのコマーシャルを入れさせてもらってもいいでしょうか。コマーシャルがあるんですよ。なんか先週スポンサーがおらんかおらんから言ってあんだけ、まあ、あの広島弁で言うとおらびあげとってそこがわがままな生、はい、アットマーク広島アクティブリングなので、あ、じゃあコマーシャルタイムということで、はい、ちょっとビデオ変えますね。はい、じゃあ伊藤さんがですね、コマーシャルタイムにちょっとビデオを変えている間ですね、ちょっと、皆様にコマーシャルをさせていただきたいと思います。実はあの来週 の、 あのプロデューサーでもあるんですけれども、東条の奥田画伯がですね、10月の30日から11月5日までの東条のお祭りの間、大正ロマン展というのを、あの東条で最も古い三楽荘という、ここはだから旅館だった。いや、なんか、ですね、奥田画伯は洋画家でありながら実はアンティークガラスのものすごい収集家でいらして、そのアンティークガラスがですね、あの大正ロマンなんですよ。それで一応大正ロマン展ということなんですけれども、三楽荘、あの東条で一楽荘の2階で開催されます。で、本当に私たちはあのおいでになってみてください。そして何と言いましても、その大正ロマン展の会期中にですね、11月2日我が西名屋コーヒーの焙煎人様がコーヒー教室を、開催されます。11月2日午後1時よりコーヒー教室を開催するんですけれども、いつもですね、私はもうこれで宴会というぐらいとってもあの良心的なというか、
コーヒーの普及のために命を捧げている焙煎人様なので、あ、そうですか。まあそれぐらいの意気込みで、なんと講習費が1000円なんだけど、なんとお土産にですね、200g ですか、 200g のコーヒー付きなんですけど、なんと美味しいコーヒーの入れ方も習いつつ、そして帰りには美味しい引き立てのコーヒー 200g がついてくるという。ぜひ皆様お土産の都合もあって、できればご予約を早めになさった方がいいかなとは思います。でまた来週奥田先生のところからの放送でも言いますけれども、10月30日から11月5日まで三楽荘2階にて開催中です。はい、東条というのはすごい街です。皆さん来てください。なんかすごい良かったですね、東条。いや、すごいですよ。まだ話していいんですか。いや、ちょっとだけ、はい。家がですね、今日の町屋風ですね。そうですよね。道から道までが家です。道から道までが家。ちょっと通訳お願いします。細長い。あ、だからそうですね、道から、ね、あ、そうですね、そういうことですね、はいはい、はい、理解しました。申し訳ございません。素晴らしい町です。豊かな町ですね、はい、もうちょっと皆さんどうぞ中国自動車工工場インターに降りていただければ、工場の街は工場です、はい、じゃあ次のコマーシャルもう一つあります。いっぺんに言っちゃってね、それともなんか、あ、ごめんなさい、あとじゃあまたもう一度、はい、引き続きですね、今度は違う画像が出てきましたけども、引き続き伊藤さんの波乱万丈の人生ということでもないですけど、もうそういう話はしません、はい、はい、わかりました。ついにニュージーランドが出てきました。出ました、ニュージーランド、はい、出ました。今ちょっとニュージーランド地図が出てきましたけど、実は私がいるクライストチャーチは今この指のマークと分かりますか、ここのポチッと出てるところですね、の付け根のこの辺がクライストチャーチということですね。あ、でちょうどこの色の濃いところがずっとこれ平野なんです。平野、ずっと平野、これをカンタベリー平野と言います。海沿いに平野があるんですね。そうそう、平野がある。で平野があって、ここがもういきなり山ですか、これサザンアルプスなんですね。すごい。だから日本のように、例えば広島のように、広島市内から三好の方行ったらだん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 上がってから、まあ、山は見えませんわね、その、だけどニュージーランドの場合、クライストチャーチからサザンアルプスを見るといきなりもう向こうに雪山が見えるんですね。だからちょうど多分日本海の方、富山の方とかこう見たらこうアルプスが見えるじゃないですか、うん、日本アルプスがね、ちょっとあんな雰囲気かなと思うんですけど、で今この赤ポチがついているところは世界遺産のマウントクックというところですね。マウントクック、これでも島の形に沿ってその真ん中を山脈というか山がずっと、そうそう、ずっと通ってます。じゃあもうずっとその島の形に沿って尾根があって、両脇に平野っていう感じなんですか。いや、片方だけですね。西海岸の方はなくて、ちょっともう一個赤い別のマークをつけますと、あら、つかない。あ、これ。ここはですね、実はフォックス&フランツ・ジョセフって書いてありますけど、これは何かというと氷河があるところなんですね。こんなに海岸に近いところに氷河がある。これは世界のなんとか不思議、七不思議じゃないけど、要するに氷河があるわけですから。南極とかの、その氷の氷です、氷です、うん、それでもう海岸から本当数キロのところに車で行けるんです、そこまで。でもそれニュージーランドってそんなに寒いところじゃないでしょ。緯度はそんなにあれです、だから寒くないというか、暖流の関係で、その東海岸の方はですね、うん、は暖流で結構あったかいんですけど、西海岸の方はそのたまにこうね、寒流、寒流のは寒流のことですか。寒流ですか、じゃない。病気したりドキドキしますよね、寒流の方。もうね、今日皆さんね、本当断っておきますけどね、この二人ねすごいですよ、ほんま。もうこれはなんて言ったらいいんですかね、石破さん、ダジャレっていう、親父じゃれ、親父じゃれ。どうぞ。親父ギャグは聞いたことあるけど、親父じゃれには聞いたことないですね。
初めてですね、うん、やっぱりちょっとこう年齢的にね、うん、若いからねやっぱり、うん、釣れないです、これなんですね。釣りたくないと思う、うん、それでまあ、ちょっとニュージーランドの話をすると、あと実はちょっとざっと説明すると、このカイコーラっていうところがあるんですけど、カイコーラ赤いのがついてほしいな、これをね、こここれ実はカイコーラなんですけど、すごい、ね、すごい。カイコーラっていうのは何で有名になるかというと、ここは実は毎日クジラが回遊してるんです。クジラが回遊してるから、今雪山がありました、ね、今カイコーラの、こっちこっち東海岸で、これ今シールっていうのは、シールって書いてありますけど、ペタッと貼るシールじゃなくて、あのアザラシですからね、これこれこれね、英語ではシールというのは、シールというのはアザラシのことですから。でもその前にペニンシュラって書いてある。ペニンシュラというのは半島のことです。はあ、うん、ホテルの名前かと思って。ペニンシュラホテルは結構、まあ、確かに有名ですけど、ね、英語の勉強になりました、はい。ペニンシュラって半島のことね。この、あ、そうそう、ここはね、あともう一つあれが取れるんです。伊勢海老、伊勢海老、もしかして今取ってるのはあれ伊勢海老ですか。いや、アワビかなんかじゃないかと思うんですけどね。ここは何でも取れるんです。アワビも取れるし、サザエも取れるし、真珠は、ああいうことを聞く人は信じられんとか言って言いませんね、はい、人がで、カイコーラっていうのはホエールウォッチングで有名なところなんです。ホエールウォッチング、うん、ちょっと疑問なんですけど、向こうの人は何でも取れるって、アワビでもサザエでも食べるんですか。アワビは、アワビ、サザエはあんまり食べませんけど、ええ、アワビは食べます、うん、パウアっていう、向こうのがパウアって言いますけど、パウア、うん、僕の頭はパウアパウアというのがなんで名前なんですけど、で海外からもですよね。で、伊勢海老にしても今の、パワーにしても大きさとか取る量っていうのはもう決まってます。一人何匹までしか取れないとかね、何センチより大きいの小さいの取っちゃいけないとかっていうのも、これはもう山の上からみんな見てます。警察というか取り締まる人がね。だからもうちょっとでも変なのを取ってるとすぐ飛んできます。バーン飛んできて捕まりますけどね、そういうので。やっぱそういうところもきちんとしてますね、やっぱりやってます。これはクジラの骨であれしてるんですね、今のところはね。これさっきからね、いろいろ人々がこうレストランに入って、ええ、大体何して飯食ってらっしゃるんですか。ニュージーランドの一番の産業はやっぱり農業です。農業、酪農です。酪農もあるし、今のカンタベリー平野ではやっぱり穀物、お得さ、麦とかですね、取ってます、ね、はいはい、あと野菜もすごくたくさん作ってます。このクジラじゃなくて、このこれ、シャチ、イルカごめんなさい、シャチごめんなさい、このイルカはですね、世界で一番小さい種類のイルカなんですね。ミンクじゃなかった、あれクジラだった、ごめんなさい、喋らない方がいいと思います、はい、世界で一番小さい種類のイルカで、このイルカと泳ぐというツアーもありますし、見てください、もうこんな状態でね、すごい、うん、あ、かわいい、うわ、ホエールウォッチングも有名ですけど、これ今ホエールウォッチングですね、これね、うん、何でもいますね、本当にいろんなものが、いや、いろんなものがって言ったら失礼だけど、だって今固まったの分かりましたか。いやだってクジラがこんな風に見えて、でイルカがあんなにたくさんいてってすごいじゃないですか、うん、いや今平先生があんなにたくさんいるかとかって言われたんかなと思ってちょっと意識してなかった。世界各国から観光客が来て、来られてますよ、来られてます、ここ、うん、すごい来られてます、うん、のびのび泳いでる。でこれはね、実は今ヘリコプターから撮ってるんですけど、ヘリコプターでのツアーもあるんですね。このヘリコプターで見に行くツアーっていうのは、すごいな、うん、船だとやっぱり揺れるから酔いますからね、
やっぱりどうしてもね。やっぱ船に。も酔わないですか。あ、すいません、僕乗ったことないんで。あ、これがあの有名な馬です。違うか。これあのホーストレッキングといって、いわゆるトレッキングというのを聞かれたことがありますね。あれを馬でやるホーストレッキングだから。いや、うん、気持ちよさそう。へえ、あのスカイダイビングとかね。あ、そう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 。これなんかあのすぐ乗れるものです。乗れますね。あ、何キロかこう回るんですよね。そうです、そうです。いや、だからまあ、あの馬はおとなしいですからね。うん、自然がいっぱい。まあ、あの自然がいっぱいというか自然しかないです、ニュージーランドは。本当にない。本当にあの、なんていうんですか、だって海からなだらかなというよりも海からすぐ山ですよね。そうそうそう。すごいそのメリハリが。でしかもあの海もすごい豊かだし、山もまたすごい雪山がすぐ見えたら、突っ込んでいいですか。はい、うん、あの今のメリハリのちょっと言葉がおかしいと思うんですけど。なんかあのすいません、評価を忘れてもいやだって全てのものが自然がね、あの目の前にあるっていうか。いやだって人がいないからほったらかしいことでしょ。いやほったらかしでもなさそうですよね、伊藤さん。なんか綺麗でしたけど、うん、ほったらかしじゃないですよ。あのね、すごくね、国の方がね管理してます。あ、じゃあちゃんとやることはやっとる、うん、やってます。あ、例えばね、クライストチャーチの市内でも、うん、実はガーデンシティって呼ばれてるんですけど、クライストチャーチは、市内に、ね、公園が約800あるんですね。ただ公園といってもその広島 の上り町公園とかあんな小さな公園じゃなくて、いわゆる ラグビー場もありサッカー場もあるような公園が800ぐらいあるんですよ。800? でその公園は全部芝生が敷いてあるんですね。だけどその芝生とそれから花壇が絶対あるんですけど、全部市が管理してます。で、あのニュージーランドは日本よりも4倍、あの2倍2倍っていうのがありますけど、4倍、今笑うとこなんですけどね4倍ね、あの植物が育つとこなんです。それはこれはまあ気候的なことでしょう。あのそれはあの本当にだから、例えばあの広島でウッドを持って、あそこで木を育てて、それをまあ輸出されたりされてるんですけど、で、あのこれ実はあのもちろんニュージーランドの国のためにもなってますけど、企業、あ、なんか電話が鳴りましたけど、これ出ない方がいいですね。いやいや、じゃあ第2のあれしときましょう。それでは今伊藤さん電話中なんで、はい、第2のあのCM をさせていただきたいと思います。私のですね、あの大親友であるあの上村理香という某新聞社の記者がですね、広島で生の落語をぜひ聞いてもらいたいというので、あの去年生の落語を聞く会を立ち上げたんですけれども、その時の彼女の目標が柳家京太郎師匠を呼べたら本望というのが目標だったんですね。でそれがなんと1周年記念の11月27日になんと柳家京太郎師匠の独演会を、あの有名な柳家京太郎、はい、あの落語家さんのマニアというか、落語家にして追っかけさんがたくさんいらっしゃるという。で相性が、はい、東京ではチケットが手に入りませんですよね、はい、らしいです。それでしかも相性がキョンキョンという、もうびっくりしました。で、その方が広島で独演会をするというのはもうほとんど奇跡的らしいです。今世紀最後ですねいやいや、まだ京太郎師匠はまだ、はい、お若いので多分40代ぐらい。もう二度と来ないでしょうね、広島にはね、まあ、でも本当にあの東京の方ではチケットを取るのとても難しいらしいので、もうこれはぜひ広島で生の、あの素晴らしい落語家さんを聞けるチャンスということで、はい、11月のいつですか。27日の金曜日です。はい、ゼバルタに申し込めばいいんですか。まあ、ゼバルタでもいいんですけれども、西名屋経由でもいいですし、まあ、あのこちらのゲバントホールでやるんですけれども、ゲバントホールに申し込んでいただくとちょっと困るのでですね、こちらにちょっと
私メガネがないので読めないんですけど。まあ西成コーヒーのホームページを見てください。近いうちに。そうですね。はい。で、はい、お問い合わせ先は一応言うときましょうね。090-9570-4579上村までお願いいたします。前売り3200円、当日3500円、ペアチケット予約のみで6000円ということになっているので、かなりお安いですね。言っとくけどめちゃくちゃ面白い。いやもうね、この我が友ながら上村理科石庭ですよね、いわゆるね、ずっとアレンジする、もう外れたことがないです。もう落語マニアでなかった私がもうハマり込んでしまってですね。はい、そうです。私も落語なんて二度とじゃない、絶対人生に行かないと思ってたのに行くようになるとはですね。ハマってますよね本当に。最高峰の柳家京太郎キョンキョンです。よろしくお願いします。ということで、お電話お済みになりましたでしょうか。しました。はい、それでは引き続き、はい、ニュージーランドの話。でもニュージーランドのなんか思ってた以上にとってもきちんと国家がね、本当に素晴らしくいろんなものを仕組んでらっしゃる国っていうのが分かりましたよね。でも税金が高いんじゃないですか、あんなきちんとやってることは。税金は安くないですね。でしょ？安くないですけど、問題はまあ日本もそうなんですけど、やっぱり税金の使い方ですよね。だからこれはどこの国でも、どんな国でもね、やっぱり税金の使い方についてはやっぱり物議を醸し出すというかね、それから見てると外国人から見てると使い方は日本よりは上手だと思いますね。例えばね、これは断片的にあんまり物言っちゃいけないかもしれないけど、皆さん道路のアスファルトの厚さが決まってるというのをご存知ですかね。アスファルトをこう舗装するじゃないですか。厚さですか。厚さ、いや知らなかった。あれ決まってるんですよね。日本もですか。いや日本が。あそうなんですか。うん、だから例えばその山の方行っても、例えば歩道をこんだけ何メートルの歩道をつけたら補助金を出しますとかってあるじゃないですか。あれと同じように、まあ、いわゆるアスファルトの厚さ決まってるわけですよ。これ言ったら多分僕袋叩きに合うかもしれませんけど。合いませんか、はい、というのがなぜかというと、厚くすれば持つわけでしょ。持ちます、時間は ね、 普通ね、減るけど、うん、でも薄くしとけばまた何年か1年か2年でまた上から舗装しないといけなくなってくるわけですよ。今放送中ですので、笑わない島さんも笑いましたね。それって日本だけですか。ということは日本薄いってことですか。薄いんです。でニュージーランドの例えば道路の舗装の仕方を言うと、一番多いのはバラスって分かりますよね。小さいこんなのいわゆる砂利、はいね、はい、あれを巻きますよね。上からねセメント巻くんですよ。セメントっていわゆる水に溶いてないセメント粉で巻くんですよ。はあ、で上から踏んでると、まあ、雨も降るし湿気もあるし固まるんですよ。固まります、はい、うん、それで終わりなんです。いや全部が全部じゃないけど、郊外の道はほとんどそうなんですよ。そうするとねバラスがちょっと出るんですよ、こう道路のね、こう要するに、はい、そうすると冬なんかでも滑らないんですよ逆にね、まあ、道路いわゆるタイヤは縮みますよちょっとね。前原大臣さんですか。いやそれはねでもね本当にね大切なこと。それからねニュージーランドはねちょっとね郊外に行くと橋が一車線なんですよ。車が行く走る橋が一車線なんです。ということは離合できないから、離合できないからちゃんとねマークがあるんです。こうそれの標識があるんですよ。こっち側に黒、向こうが赤だったらこっちが優先なんですよね。黒い方が優先で、こっちが赤で赤のだ逆側はこれが赤ですよね。ということはこっちは注意していきなさい、向こうが優先だから向こうに車来たら待ちなさいよという標識があるわけですよ。その一車線だっていうのは何か理由が、橋を作るのに
1車線と2車線で経費が4倍ぐらいかかるの知ってます？倍じゃないんですよ、4倍ぐらいかかるんです。らいかかるんです。あ、だからだから要するに車があまり通ってないのにその2車線の橋作らんでもいいだろうと。すごい発想で、もっと田舎に行くと真ん中を線路が走ってます。だから汽車が一番一時の優先だから汽車はほとんど走らないからあんまり汽車であるそういうことはないんです。なるほどね、うん、でもすごい合理的。いや、それ日本の田舎でも使えますから。だから日本もそうすればいいんです。田舎はね、別の歩道を使わない。日本はそれは作るのが目的です、うん、作ること自体が目的ですからね、はい、だからまあ、 広島県でもそうでしょ。だって山の方行ったら、うん、ここの歩道誰が歩くみたいな、熊かなんかしか歩かんじゃろうみたいなところにすごい広い立派な歩道がついてるところいっぱいありますよ。そう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 、うん、だからそう、いやいや、でもちょっとシリアスになってきましたね、うん、でも いっぱいなんか初めてのことを聞きました。だから本当はみんな知ってるんですよ。え、知ってるんですか？知ってるんですよね、皆さん。いや、政治家の人もみんな分かってます。それは政治家の人は対面はたいてみんな海外旅行行ってるんですから。広島市の議員でも80何万円毎年使って海外行ってるじゃないですか。でもそれ反対してる議員さんもちゃんといるんですよ。いるけど、ね、そうしたら やめちゃった。え、うん、それって公費ですか？当たり前じゃないじゃないですか。知らんかった。あれは公費本通りですか？お後がよろしいようで、はい、ぜひこの柳屋、あ、キョンキョンもう終わりですか？ところでお兄様方、もう終わり、あと3分ぐらいなんですけど、すいません、本当はですね、ちょっとね、私の本業である留学の話をしたかったんですけど、どうぞどうぞ、ちょっとだけしますね。留学については、まあ、私の本業で今うちは長期のお子さんを結構預からせてもらってます。で、長期というのはどれぐらいかっていうと、大体普通が3年、例えば中学3年間とか高校3年間とかっていう長期で、まあ、その下が大体1年だけ行く人もいますけど、まあ、1年行く人とその次が3年、それからあと短期で行く人たちもいますね。2週間3週間夏休みにちょっと行きたいとかっていう時に、そういう人たちのご案内もしてます。で、うちは学校単位の研修もやらせてもらってるんですけど、他の業者と一番の違いはですね、人数が関係ないということです。というのは、業者さん普通10人以上とかってよく言うじゃないですか。うちは1人からでもやりますから、はあ、うん、でも値段は10名以上と同じ値段でやります。うん、これはね、もう正直申し上げますけどね、例えばうちは、私とか現地にうちのスタッフもいますよね。私も向こうへ年間半分ぐらいは住んでるんですけど、ということは我々向こうで車持ってますよね、当然のことながら、うん、そしたら日本から研修に来たら、もし1人とか2人だったら自分の車で行けばいいわけでしょ、空港へ迎えに。なるほど、ね、でホストファミリーのとこ連れてって、学校はホストファミリーが連れてったりしますよね。あ、さっきの要はニュージーランドの橋みたいなもんなんですね。そう低コスト低負担、そう、中身は充実、そうだ、安いでしょその方が。だって例えば5人とか6人が一番困るんですよ、逆に言えばね。あ、中途半端にね、例えば車はチャーターせないけんとかって、うん、でもそういう時でもうちの場合は、例えば日本で言ったらハイエースみたいな車を1台借りて私が運転してやるとかね、っていうこともあります。だからそういうことで安く上げようと思ったら安く上がると。それからこれはね、いい格好に聞こえるかもしれないけど、僕はこれは絶対に言っときたいのは、よく学校なんかで4名でも、その4名の子どもたちは行きたかったんでしょ、行きたいんでしょ、なぜ生かしてあげないんですか、その行きたい子をね。この子たちはここで機会を逃すと、あと何年も行く機会なくなるんですよ、実際に。何年もというより一生行かないかもしれない、行かないかもしれない、ね、だからやっぱり、ね、行きたいっていう子は生かしてあげたいっていうのが私の基本的な理念です。どれぐらい具体的なお金かかります、ざっくりと。1年で生活費も全部入れて、うちのサポート費も全部入れて300弱ですね。あ、丸々1年でですか、うん、学費
うん、学費、生活費ですね。生活費は3食込みですよ。3食込みで、あと例えば学校、高校とか中学だったら制服代とかありますよね。そういうのも全部入れてね。でもそれって日本の大学生の1年間より安くないですか？いや、それは大学、まあ、120万ぐらいかかるんですよ、年間が。うん、はい、あとは生活費がね、うん、それだけだから、そうするとね、まあ、はっきり言いましょう、ニュージーランド行った方が安いです、ね、大阪東京やるんだったらニュージーランドへ大学も行った方が安いです。で、大学の場合には、ニュージーランドの大学っていうのはやっぱりもう英語力がないと絶対入れません、英語力がないと。だからアメリカの、ね、一部の大学の場合には英語力なくても入れるんですけど、ニュージーランドの場合にはもうニュージーランドとかオーストラリアは英語力ないと入れませんけど、3年で学位取れますから。だから1年間、最初の1年間をみっちり、ね、英語だけ勉強して英語力つけて、残りの3年で大学入って勉強して学位を取ると。だから4年で8つですね。はいはい、まあ、全部国立大学ですから。あ、だから、うん、本当に真面目に勉強したいって思ってる人には本当にいい場所ですよね。そうです。ニュージーランドは刺激がないんで、もうちょっとね、子どもたちには抵抗あるかもしれないけど、うん、まあ、勉強するしかないです、まあ、勉強するしかないのと、うん、勉強だけじゃなくて、やっぱりさっき言ったその人間がいいっていうところで、やっぱりね、モラルの問題、やっぱり礼儀作法の問題も含めてね、やっぱりニュージーランドの先生たちが一番よく使う言葉、これはね、もう声を大きくして言いたいんですけど、やっぱりリスペクトという言葉ですよね。あ、敬うとか尊敬するということ、うん、これをとにかく学校の先生は必ず使います。平先生のお友達の中村さんの奥さんも、この前もスカイプでちょっと話を2時間ぐらいしましたけど、学校でリスペクトって言われるでしょって言ったら、もう4回も5回も言われましたというふうにやっぱり言ってましたけど、やっぱり先生も友達もみんなをリスペクトする、うん、物もリスペクトする、うん、ね、だからニュージーランド大学やってありますけど、そこ出て、それじゃあその後の将来というのはどういうふうに展開して皆さんされるわけですか？日本に帰る人ももちろん、まあ、日本人だとすると日本、一応就職率 100% なんですよ、ニュージーランド大学は。どこに就職するんですか？これはだからニュージーランドだけじゃなくて、ニュージーランドの場合にはオーストラリア行く人もいれば、アメリカ行く人もいれば、イギリス行く人もいれば、日本、アジアに行く人もいる、いわゆる環太平洋で行く人が多いんですけど、環太平洋でやっぱり企業と大学がすごく結びついてるんで、今就職率 100% です。 100% です。すごいですよね。今日本就職もう大変です。今 20-30% でしょ、多分。そうですね、本当に最初の段階で単に 30% だと思うんですけどね。わかりました。話は尽きないんですけれども、最後にですね、いかにその伊藤さんが本当にきちんと真面目にその架け橋をなさっているかというので、そこへニュージーランド留学は誰が置いたんですか、こんなもの。ニュージーランド。はい、今回ですね、うち、ニュージーランドの国 の、 教育省のですね、いわゆる日本でいう文科省の外郭の、エデュケーションニュージーランドというところから、スペシャリストエージェントというのに選んでいただきました、まあ、これは今日本の会社では4社しかないんですけど、4社の中で日本でも営業というか活動しているのはうちだです。あとは全部ニュージーランドで活動している会社だけなんです。日本の中で活動してるのはうちしかないです。すごい、まあ、本当に信頼がね、まあ、置けるエージェントっていうことですね。見た目で物を言わんように、それではですね、話も本当に尽きないんですけれども、あっという間に時間を超過して、とにかくね、来月、はい、来月からとにかく、しっかりと気合を入れてですね、やります。それでニュージーランドに私がいるときにはニュージーランドから放送したいと思いますので、今後とも、ジャイブの上綱さん同様一つよろしく
お願いをしたいと思います。そうですね、本当にあの楽しい話がいっぱい聞けると思いますので、私 の, あのちょっと宣伝を忘れてました、11月3日4日とですね、映ってますかね、3日4日 と,、あのアルソックホールで、佐伯アンナさん、タンゴです。タンゴって言ったらなんかみんな馴染みがないんで、タンゴって、なんですけど、まあ、この方はですね、アルゼンチンで、外国人で初めて賞をもらった人です。で、あのもう一つはあの今回あのフォルクローレという、新しい分野にも、歌ってます。でフォルクローレの神さんという、実は先日亡くなったんですけど、とも一緒に演奏レコーディングもしてます。でぜひ11月3日4日、このコンサート、佐伯アンナさんのコンサート、楽団は全部パリから来ます。プロ中のプロが来ますので、ぜひご覧になってください。平先生も新谷さんも行かれますので、よろしくお願いいたします。いや、平先生 笑って来れるでしょ。私は参りますよ。全然面白くないんで、また、そうそう、忘れてました。実はちょっと今日プレゼントを用意しました。ニュージーランドといえばオールブラックス。オールブラックスのキーホルダーを今日ご覧の方の中から、抽選で1名の方に差し上げたいと思います。なんかテレビショッピングみたいになりましたけど、一応、書き込みしてください。キーホルダー欲しいと。でもしこれが書き込みがなかったら、ここの内々で誰かにこれが行くことになりますんで。だってオールブラックスってラグビーですよね。かっこいい。私が今日なぜ黒ずくめで来ているかというと、ニュージーランドにいる黒なんでね、黒で。統一してみましてますけど。あ、時間ないんですか。ないんだけど、一応10時にやめようと。やめようとね、じゃあ来週、来月からまた、はい、楽しい話とちょっとね、教育の話ね、本当にしたいんです。やっぱりこれからね、教育は本当に大切です。日本の教育がダメになったら本当に日本も沈没しますんで、その件については本当に真剣に話をしたいと思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。毎月第3木曜日。そうですね、多少の、変動はあるかもしれません。そうですね、こう 1,2,3,1,2,3 でいくと5週あったりしたらこう1週ずれたりということですね。それから皆さんお仕事をされてますから、なんかまるで僕が仕事してないみたいな言い方ですね。その都度ちゃんと告知が出ますので大丈夫です。大丈夫ですか。大変なんです、実は。だって、普通で3時間で、プラス3時間ですかね。サマータイムだと4でしょ。だから普通だったら夜中の真夜中なんです。申し訳ございません。よろしくお願いします。いや、それは告知がちゃんとできてね、皆さんが早く見てもらうんだったら、ね、それはね、生アットマーク広島アクティブリングは非常に柔軟性の高いプログラムなので、その都度告知はねすると思います。ちょっと今回のこのコントロールをしていただいている方もちょっと檻の中のクマさんみたいに、さっきからえ、まだやるんみたいな。西内コーヒーのコーヒーもよろしくお願いいたします。美味しいです。違いが分かりますので、私はちょっと飲ませていただきます。あ、やっぱ違うわ。あ、違う思ったらちょっと冷めとった。ということで、どうも失礼いたします。それでは、次はもっと今度はですね、ヨーロッパの話もちょっと聞きたいし、教育の話もね、いろいろ助走ですからね、はい、ホップ、ステップね。はい、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。